今チャットにね送りましたので、あと数分お待ちください。すごくやだじゃないけど、すごくドキドキ緊張する。うん、ちょっと飲み物飲むね。また今日は炭酸飲んでます。もっとプシュってなるかと思ったけど全然ならなかった。うん。いやが炭酸、あのね、そう、炭酸は飲みたくなるんですよね。炭酸水だけど、そうそう、ゆうは炭酸。なんかさ、あれだね、太田優里さん、 NMB さんの元 NMB さん、優里炭酸って呼ばれてた。炭酸はいい音しない？すると思うよ多分。炭酸水はリフレッシュ効果ある。そうなの？やったやったね。いたね、そうだよね。なんで炭酸って呼ばれてるんだろうって思ったら、そういう、なんかそう、ニックネームがゆりたんで、ゆりたんさんって呼ばれてて、そっからそうなったみたい。でもゆははニックネームゆはたんじゃないから、たんさんにはならん。初見です、ありがとうございます。ゆうはたん今から追加する。ゆうはたんなんて、うん、ゆうはたんなんて呼ばれる、呼ばれるのなれないよ。でもいるけどね、たん、うん、たまに。後輩に呼ばれるのはみんなゆはさん、うん、ゆはさん、ゆはさんだな。ゆはたんゆはてや、それはね一回も呼ばれたことないよ。なんでもいいの、ゆは、ゆはたん、あ、ゆはたんいるわ、何人か。本当でも呼び方はね人様々だよね。ゆはたんとお呼び？お呼び？ゆはって名前かわいい、めっちゃ嬉しい。結構そう、定期的に名前をね褒めていただけるんだけど、すごく嬉しいです。母と父に感謝ですね。呼びたいように呼んでいいよ、ゆは。うん、でもあの北村とかじゃない方がいいかな。
北村さんはちょっとさ、あ、北村さんも別にいいけど、おい北村とか呼ばれたらちょっとえ、お北村ですけどってなる。北村ですけど何、はい北村でございますけどどうされましたでしょうかってなっちゃうから。いないけどね、でも北村、うん北村とは呼ばれない。北村タン、北村タンおもろい。どっち親しくなりたいの、タンで呼びたいの。スタッフさんは北村さん、うん北村さん、だね、そうだね。三人称でメンバーを名字で呼びがちだけど北村なんかない、どういうことどういうこと、三人称、三人称はてな、三人称、三人称か、慣れない言葉ですね。あ、それ英語か。話してた時来て以外のすべて、 はい話してた時来て以外のすべての人や物のこと、 I we you、 あーそういうことね、分かった分かった。例えばじゃあ例えられないの、分かんない分かんない分かな、ここに今いない妹の話とかそういうこと、チャット来た、チャット来たみたい、マシモさん、大塚さん、三村さん、大江さん、それが三人称ってことだよね。私とかあなたじゃない、このもう一人、これだそれだそれだ、英語で習った。ジブリ展行ってきたよ。おお、いいね。あれですか、近代美術館、ジブリパーク展、いいな。お楽しみでアイドルの話をしてるときにわざわざさ、そういうことね、な、理解した理解したよ、ありがとう教えてくれて。一人称私、二人称あなた、三人称が C、 He、 She、 They、曲名送ってなかった。これでまたあれじゃないか、何も分かんなくなっちゃった。さっきさ動画送るときは曲名と一緒に送るねって言ったのに結局曲名送ってないや。じゃあここで曲名言っとくね。ね、なんていう曲かはわかんないけど、TikTok で二人きりになっちゃってよって調べると音源出てきますので、あの音とともにお楽しみください。
雑めに何が受けされてる。そう、そのアプリのその出てくるものたちをちょっと消しました。マジで本当に慣れないからどうやって撮るんだろうって模索しながら撮った動画なので、 NG バージョンもあるし何か需要があるんだったら TikTok とかにお願いしたら、お願いしたら載せてもらえるもんなのかな、分かんないけど。行ってみてもいいかも。最後がギャルピがいい。あれはねずっとできなくて、何回やっても間違って最後なんか最後謎にこっちで終わっちゃうんだけど、あのやっとできたぜのあの元々の振り付けだけどめっちゃ勢いよくやってます。ナナチがハロウィンの時に乗せてもらってましたね。そうですね、ナナチさんが乗せてもらってた、めっちゃ可愛かった。でも全然やっぱ今時の曲知らないから何をやっていいかも分からなくて、いろんな人の見て踊れそうなやつを選んで、急にイヤホンつけ、そう、何事も突然だからね。無事に動画も送れたことなのでカラオケしようかな。10時半くらいになったらメール送ろうかな。カラオケなの？カラオケやるおしゃべりがいいですか？今日の創作活動のコーナーはない、ないです。今日は創作活動してなくて、ない。曲は今一個決めてある。この前ちらっと言った曲を歌えるようになったかもしれ、かもしれないので、歌ってみる。
かんないかも。わかるようだったけど聞こえないふりね。わからない、やっぱり猫みたい惑わすずるいよ、だって大好きだってそう言ったのに、優しくするって言ったのに、また違う子にキュンキュンしてさよならの呪文君あって、チュルリラパピップチュルチュルリラパピップ、もう嘘はやめてね、チュルリラパピップ君なら騙されてもいいの、イントオオカミ週末は絶対会いに来てほしい、私のとこ君に会えないから寂しい時間、優しさだけでは気持ちは唱える、ちょっと待ってね、私はずっと君を見てる、浮気厳禁六石注意、大好きの呪文届いて、パピプペチュルチュパピプペプペチュルチュ、ピンク色の魔術パピプペチュルチュエクス、あ、言えなかった受け取ってください、エクストラホット、難しい、このチケットは振り返るなし、それがルールよ、適購入いたしましょう、だって大好きだってそう言ったのに、優しくするって言ったのに、また違う子にキュンキュンしてさよならの呪文一緒に、チュルリラパピップチュルリラパピップ、効果は個人差があります、チュルリラパピップだってだって悪い狼に噛まれた、チュルリラパピップチュルチュルリラパピップ、もう嘘はやめてね、チュルリラパピップ君なら騙されてもいい、好きよヒロインとオカミ、ウォーウォー君がウォーウォー、本当かな本当に、かわいいんです、今度もう一回歌いますね。でもめっちゃ可愛くない？だってさ、可愛いよね。呪文が。チュルリラパピップチュルリラパピップ。何それ。何それって思う。チュルリラパピップって。チチンプイプイじゃないんだ。今時しかもね、その一番最後のサビで
ちゃんと米印つけて、あの効果は個人差がありますって歌詞がある。可愛すぎる。そう、それです。米印で効果小さありますって。いいよね、面白い。曲選びにまた悩んでる日、なんだろうな。あんまり歌わない歌。歌えるかわからない歌を攻めてみよう。イヤホンがかわいすぎて顔面に携帯落としました。大丈夫？いっぱい落としてください。ランダムに指さしてその歌歌ってみる。ああ、それもいいね。それしてみよう。全然歌えるかわかんない。でも聴いてることには聴いてる。みんないっぱい携帯落としてください。君は髪を流さないのにさ、いつの頃か好きになった。世界中に迷路はあるのに特別な存在。なぜなんだろう、気に入ったの本気以外目に止まらない。こんなに好きになっちゃダメかな。一番最初どこで会ったっけ。電車の中コンビニのレジ、こんなに可愛い君なのにね。記憶がそこだけ飛んでいるんだ。ずっと前から知っていたのか。明確な前世の記憶、慣れ慣れしく声をかけそう。なんかわかんないかも。きっと何だろう、そんな偶然。恋は誰も何度かするけど、オンリーワンの恋人は現れない。マジなんだよ。君はハニーで僕のお気に入り。フルーツならこれしかないよ。みんなが好きかどうかなんて関係ない。好みだってそんな甘くはないし、少し硬い果肉だけど
いつでも僕は首いたけだ。やめよ。これもまた可愛い歌ですよね。そう、今年の曲、めっちゃ最近の曲。暑い。マットのせいだ。分かんない、ライトのせいか。じゃあどのグループにしか選んでパーってやってポッてやろう。どこのグループにしようか。48グループか。どうしよう。こんばんは。もふもふのせ。そう、もふもふのせ。どうしようかな。NGT から行こう。難しいな。どうやったらいいかな。これ。やっぱ NGT は最後にしよう。歌ったことがある。なんかさ、スクロールできてるかわかんない。これも歌ったことあるかもしれない。じゃあここら辺かな。ちらっと見ようとしてた。そんなことない。やっぱピンポイントで止まっても分かんない曲があったりするから、その辺周辺から探すことにします。Oh baby、 星空の帰り道、雲雪が怪しい。満月も不機嫌で、君の表情わからない。そうちょっとした口喧嘩、今までもあったけど、今夜の僕はイライラしてて、ついに爆発したんだ。いつでもわがまま言い放題、なだめるのに疲れたし、超急すぎる言い方、なぜ君に合わせて自分を殺さなきゃいけない。全部夢のまま、恋が終わってしまえば楽なのに、100万回キスをしたことさえもちゃんと忘れられたら、
君と普通になれる。元の二人のように友達として初めから I love you。 きつすぎる性格がタイプじゃなかったし、初めての印象はむしろ苦手だったかも。でもだから惹かれたんだろう。魔術使いみたいに世話が焼けるって言いながらきっと楽しかったんだ。みんなが見てるのに抱きついたり、泣き叫んで怒ったり、激しすぎる感情をそう受け止めることに疲れちゃったんだ。ごめん、全部夢だった。ハート目が覚めるように別れてたら100万回後悔なんてしなかった。時計逆回転して二人で会った頃の言いたいこと言ってた、ただの関係戻るだけ。めっちゃ乃木坂さんっぽい曲じゃない？もう10時半になっちゃう。夢なのかそれとも現実かのその隙間で、僕たちは何も言わず歩いた。いつまでも夢のまま恋が続くのならば幸せだね。100万回出会ったり別れたり、僕の想像上で君を愛していたい。だけどそういうのって身勝手だよね。ずるい結末じゃなく、もっと現実的に傷つかなきゃ恋じゃない。大人な感じ。めっちゃ夜のなんか夜の大人なんだろう、なんかこういうグラス持ってる感じの雰囲気、わかんないイメージ勝手に。めっちゃ綺麗な星の空。夢だから夜か、なんか多分ね、そういうつなげ方してるんだよね、連想。星、めっちゃ星で、あ、そういうこういうこんばんはのこの星みたいな感じ、こういう星。あ、めっちゃそう勝手なイメージね、ずーっとそういうイメージ。あと多分そのアルバムのジャケットもそういう、違うか、違うよ、多分ミュージックビデオがそうなんだ。ユーハの勝手なイメージじゃなくてミュージックビデオのサムネイル。そんなこともないか、もうわからない何からそういう印象を受けてるのかわからないけど、まあそんな感じ。でも当たってるよ、衣装星座っぽいもん。え、めっちゃ合ってる衣装。宇宙のスカート、宇宙のスカート宇宙柄のスカート
宇宙柄ではないか、空、夜の夜空柄。これさ、全部のグループ行ってたらめっちゃ時間ないよね。メール書く時間、そう、メール書く時間なの。じゃあメールを書いて、今曲決めたから。今日アイメイクリップ変えた、変えてるよ。気づいてくれてありがとう。え、待って、めっちゃ挑戦的な曲がいいか、歌える、挑戦的な曲も歌えるは歌えるけど、あの早口とかで難しい。あと一人で歌う曲じゃない、どっちがいいかな。挑戦派が多い。どっちも歌えばいい。まあ確かに時間はまだあるからどっちも歌えばいいけど。じゃあそうしてください。
にちは。すごい、なんか久しぶりにさ、この星のところが5000になってる。5000ぴったりだ。わーい。でっかいシャッター音聞こえましたか？ね、あんまりこの数字がジャストなことってないよね。あ、聞こえるんだ。やっぱり聞こえた。そう、あのね、ユーハのスマホってこの古いスマホもなんだけど、めっちゃシャッター音がでかくて、スクショのシャッター音もでかいとは思わなかった。普通のカメラのシャッター音だけが大きいのかと思ってたらびっくりしちゃったよね今。そうだから、シャッター音が大きいの嫌だからスマホ買い替えたのに、新しいスマホもなんかわかんないけどシャッター音大きくて、なんでって感じじゃない？意味がわからん。設定なのかな、どうなんだろうね。でもそうなのかなって思って設定いじってみたこともあったけど、特に変わらなかったし、気まぐれなんだよね。たまに大きくなるの、あ、間違えた、たまに小さくなるの。じゃあメールには現在のユーハを送ろうかな。自撮りしよう。シャッターオンしないカメラアプリより、そうだよね、あのね、ユーハも使ってるんだけど、やっぱさ、ふとした瞬間にあのホーム画面からシュッてやると iPhone ってカメラが出てくるのね。だからそれ、その機能を使いたい時あるじゃん。だし、もうスクショはさ、どうにもならないから。自撮りします。何やってるか分かんなくなっちゃうから。恥ずかしいじゃない。でも今日は全隠れしないで撮ったから、褒めて。最近みんなに褒めを要求するようになった。めんどくさい、めんどくさいよね。めんどくさい。この質問が一番めんどくさいよね。なんで写真送れないの？今こんなこと聞いたからかな。なんか写真送れなくなっちゃった。あら。ありがとう、みんな褒めてくれて嬉しい。